島県立双葉未来学園高等学校、中島碧さんです。2011年地震が起きた3月11日は自宅にいました。翌日町から避難指示が出たため、私は母と妹と3人で避難をしました。その避難は県内外で5回にも及びました。震災から2年が経った2013年の4月、私が小学1年生になった時に、ようやく広野町の今の自宅に戻ることができました。2021年、中学2年生の3月、私は手術で入院をしていました。そのため、震災から10年が経ったというニュースを病室で見ていました。帰還困難区域のバリケードが映ったテレビの画面は今でも強く記憶に残っています。またコロナ禍であったため入院中は面会が禁止でした。震災、手術、コロナ禍という三重苦が自分だけ襲いかかるように思えて、私はとても悔しかったです。ですがこの3つに共通することは家族の支えでした。震災当時幼かった私を福島から離れた避難先で普通の日常を送ってくれたり、入院中は会えない家族とビデオ通話をしたりして支えてくれました。手術をしたことで10年前の家族の支えと重なり、同時に私が経験した震災とはと追求するようになりました。2022年中学3年生の秋から高校1年生の今日まで、私はたくさんの福島を知る活動に参加してきました。特に印象に残っているのは、私が初めて行った活動である中学3年生の時の新聞作りでした。そこでは、富岡の語り部さんに取材をし、震災前の富岡から震災当時、そして今の復興状況をとても詳しくお話ししてくださいました。私は震災を言葉で教えてくださったため、私も自分の言葉で自分の震災の語りがしたいと思うようになりました。また、ナラティブスコラで活動する上で、両親や祖母から震災当時の話を初めて尋ねました。今まではなんとなくの記憶だけがありましたが、話を聞いたことで曖昧な記憶と結びつくことができました。そして、自分にしかない経験をとても大切にするようになりました。2023年、私は今まで語り部さんや家族から震災を言葉で教えてくれたように、私も震災を言葉で語り伝える活動がしたいと思っています。そう宣言してから、私は学校の先生から、震災の記憶で辛かったことの方が覚えていて話したくない人がいるということを聞きました。私はこれを聞いて、私も中学生の時に自分の病気のことを学校で話さなかったことと強く似ていると思いました。震災の経験を話せる人は限られていると思っています。だから私は自分にしかない震災の経験は大切にしながら語りがしたいです。また、両親のふるさとである双葉郡に戻り、成長し、大人になれることがとても嬉しいです。私は広野町で育ってよかったなと思っています。最後に、手術からの2年間でこんなに成長することができました。福島を知りたい、自分の過去を知りたいと思うきっかけに寄り添ってくれた家族には本当に感謝です。私はこのような活動をする上で、辛い出来事を思い出してしまうこともありますが、自分は成長した、あの時の経験は特別だったと思うことで、今としっかり向き合えています。皆さんも辛い経験に当たったら、頑張っている自分を想像してみてください。未来を想像することで、自分の経験が特別に思え、自分事として社会に携われるはずです。Thank you.
島県立双葉未来学園高等学校、中島蒼さん、ありがとうございました。一つ一つ実現する福島。